はい、どうも、パチオです。今日はですね、僕のトラウマに関するちょっと話をしていこうと思うんですけどね。僕はね、自他ともに認めるロリコンなわけなんですけど、そのロリコンになるきっかけとなった話なんですね。時期的にはね、ちょっと35年ほど遡るんですけど、その当時ね、僕はまだ少年時代でね、もちろんね、その当時年下が好きということはなく、特にね、まだね、小学校入るか入らないかぐらいの、小学校1年生ぐらいの時期なんでね、まだ上も下も何も恋愛感情というものがそもそもなかったぐらいですね。幼馴染の女の子たちには囲まれて生活はしてたんで、別に、その頃はみんな好きだったし、なんならね、別にね、誰が嫌いとかも特になかったし、近所では遊んでたしね、一緒になって。で、そんなこんなでね、小学生生活を過ごしてたんだけど、ある時ね、友達と一緒に、ブランコからね、靴飛ばしをやってたんですよね。で、靴を飛ばし、ね、ブランコに乗って、その靴を飛ばして、その、遠くまで飛ばしたやつが勝ちみたいなね、そういう遊びなんですけど、それをしてた時にね、掃除をしてたね、おばあちゃん、多分ね、委託契約かなんかで、その、団地の、掃除をしてるおばあちゃんがね、僕らの、遊んでた公園の方にね、トコトコトコって歩いてくるんですよね。ああ、掃除してんだ、なんていう風に思って、特にも気にも留めてなかったんだけど、僕らが靴飛ばそうとしてる先のね、木陰の方に入った。木陰っつうか、大きい木が2つあって、その、影の方にね、入ってったんですね。それで、おばあちゃんどうしたのかなーなんて、そこでも掃除するんだと思ったら、そのね、いきなり、スカートをガッて上げて、で、パンツを下ろして、その場で、大股開きで座って、おしっこしだしたんですよ。言っちゃえ、おばあちゃんの座ションっすわ。で、本人ね、隠れてるつもりなんだけど、僕の角度からはね、そのおばあちゃんの、股間がね、丸見えなんすわ。頭隠して尻隠さずじゃないけど、おばあちゃんの視線からは、僕らは見えてないはずなんですよ。木、かなり、茂みみたいな木なんで。なんだけど、その下の方はスッカスカで、僕らは、そのおばあちゃんが大股を広げて、座礁をしてるのをブランコに乗りながらずっと見てるんですよ。でね、僕もね、まだ小学校1年生ぐらいだったから、その頃にはね、一人でお風呂入ってたんだけど、時々ね、お母さんとか、あと妹とかとね、一緒にお風呂入ったりするんですよ。だからね、大体、女の人のね、股がどうなってるかっていうのは大体把握しとるわけですよ。ただね、お母ちゃんのやつは見たことあっても、そのおばあちゃんのやつは見たことないわけよ。で、そのおばあちゃんのその股間がもうね、僕の見える先に、もう大股おっぴろげで全開に。それがね、言っちゃなんだけどね、俺にはね、相当グロいものに見えてね。で、それがね、一部トラウマになって、で、今の今まで、年上というか、年配の人がダメだっていう、まず風になってて、で、なんなら、お母ちゃんのも見たことあるし、妹のも見たことあるわけじゃないですか。若い方がいいっていうのは、そこから来てると思うんですよ。だからね、僕がロリコンになった、直接に近いような原因が、そのおばあちゃんの、座礁なんですよ。でね、おばあちゃんの気持ちもわかるんですよ。僕の住んでた港南団地ってね、公衆便所全くないんで、
おばあちゃんね、あのもう背中曲がってる70代のおばあちゃんっていう感じなんだけどね、ね、その掃除してたおばあちゃんは、でその人が例えばその団地の真ん中にあるスーパーのトイレに駆け込もうとした場合、多分歩いていったら十何分かかるんですよ。もう催しとったらそんなとこ歩いてけんじゃないですか。その自分が掃除しとる道具とかほったらかしにするわけにもいかんし、っていう話になったらもうおばあちゃんも我慢できなかったんだろうね。でそういう話だと思うんですわ。なんならね、コンビニとかもね、その当時まあアドルにはあったんだけど、そのスーパーよりも遠かったもんで、で特に僕のとこからそのスーパーまで、まあ僕が歩いて行っても5分以上かかるかなっていうぐらいの場所だったんで、まあおばあちゃんが行くにね、その催した状態で行くには辛かったんだろうなっていう気持ちはわかるんだけど、子供には見せないでほしかったなっていうね。まあ正直ね、僕はそれがトラウマになって、まあだってそのね、年齢いってから、まあ、ロリコンっていうことを自覚するわけなんだけど、まあ、そうなる前の原因はそこ、まあ、おそらくそこにあったよなっていう、そういう話でした。まあね、なんでこんな話をしようかってね、思ったんだけど、まあ、なんとなくね、そのロリコンロリコンって言ってるけど、まあ、またまたって、そんなこと言ったって、お前、大人のいい女がおったら、それの方に目行くんだろうみたいな、とこはあるんで、いやいや、そんなことはねえんだぜっていう、だって俺、大人の女がダメなんだもんっていうね、そういう話をしたくてね、今回そういう話にしてみました。じゃあ、終わりにしましょう。以上、パチオでした。バイバイ。